去年3月、大阪府泉南市の空き地で中学1年の男子生徒が首をつって自ら命を絶った。松波翔さん、亡くなった日の朝、誰も知らない遠くへ行くと兄に告げて家を出たという。昔はこんなの勉強してましたけどね、兄弟でほらペンも挟まったまんま書いてますし、本に書き込んでるし、いろいろ。翔さんは小学3年の頃からいじめを受けるようになり、次第に不登校になったという。小学6年の1年間は一度も学校に行けなかった。じゃあいただきますよ。いただきます。母親の千恵子さんは翔さんが小学4年の時に離婚、一人で息子2人を育ててきた。家に閉じこもる翔さんを一人にするのが心配で、できる限り一緒にいるようにしてきたという。私の職場がこのフリースクールみたいになってたんで、毎日2人で出勤しては一緒に帰ってくるっていうのがもう日々やったんで。千恵子さんは引きこもりの若者を支援する NPO 法人で働いていて、そこが翔さんの居場所となった。去年は畑があったから、そこにイチゴを植えて、翔のイチゴって言って、一生懸命そのイチゴを育てるために、寒い日も休みの日もイチゴに蜜だけやりに来ていいって言って、もう冷たいのに何回もやりに来て。将来は検察官になりたいと話していた翔さん、中学から心機一転学校に通うことを決意する。しかし入学して間もなく不登校だった過去をバカにされ、少年院帰りなどという言葉を廊下で耳にするようになった。担任に相談しても誰の発言かわからないと指導できないと言われたという。二つ上の兄、当時同じ中学校に通っていた。先生のことはもういじめも解決できへんし、信用はできないって言ってました。自分は変わろうとしたのに、その大人は全く変わらんと、フェイゴなんかもう無理やろ、助けてくれへんとか言ってたんで。夏休みが明けて中学にも行けなくなった翔さん、千恵子さんと一緒に学校や教育委員会に対し転校を求めたが、願いは受け入れられなかった。これに泉南市教育委員会は、翔さんが登校できる状態にならないと転校の判断ができなかったと釈明した。せめて今の学校に来れるようになった上で、ちょっと学校にもこう登校できるようになった上で、この状況やったら別に変わっても構えへんやろうというふうなお話ができるんかなと。まず今の学校に行けるようにっていう、まずそもそもそこって無理な話。だからそこで今先ほど申し上げました、例えば、病院の診断書があるとか、そういう場合ならばまた話は別になるかと思いますので。学校や教育委員会に自ら掛け合っても受け入れられなかった翔さん、実は亡くなった後も教育委員会は4ヶ月以上翔さんのことを審議せず放置していたことがこれまでの取材で分かっている。また中学校のクラスメートは亡くなった事実さえ知らされていなかった。ようやくクラスメートに伝えられたのは、翔さんが命を絶って半年以上が経った去年9月。担任によると、学校が公表するまでクラスメートから翔さんを心配する声が相次いだという。名前がないのはなんでなんていうふうに聞かれました。いろんなこと聞かれました。他どういうことですか。翔君今何してるのとか、最近見ないけどどうしたんとか。それ複数から来てるんですか。来てます。それに対してどう答えるんですか。今何も答えられへんねっていうふうに答えております。
しかし学校が作成した報告書には翔さんについて同学年の生徒から教職員への問い合わせや生徒間の噂等は確認できていないとしている。クラスメートの声もなかったことにされた。この日、中学校の校長と教育委員会の担当者が自宅を訪ねてきた。学校側が家に入るのは初めてだった。失礼します。お母さんのその本当の、悲しみの深さっていうのはですね、もうそれを思いますと本当にもう お言葉出ないというのが正直なところなんですけれども、まあ、今回はこうしてまずはお悔やみを申し上げたいと。第三者委員会による調査をずっと求めてきた千恵子さん。実現しない中、息子の死の真相を知ろうと自らの口で質問を投げかけた。亡くなったことをクラスメートに伝えられずにいた翔くんの気持ちでどのようにお考えですか？申し訳ないですけども、ここでちょっと、はい、お答え控えさせてください。翔くんに対するいじめはあったんでしょうか？申し訳ないですけども、ここで答えは控えさせてください。我々も調査を受ける立場になる中で、あの時こう言ってましたよねっていう話が今度またいろいろ出てくるわけです。個人の判断の中での反射的なお答えがこうなかなかできづらい状況にあるということはご理解ください。影響があるような形になるのは調査に影響が出る、答えは差し控える、これを繰り返すだけだった。そして翔さんの死から10ヶ月が経った先月、市の第三者委員会がようやく立ち上がった。ご遺族保護者様にも寄り添いつつ、先入観なく公平中立性の立場、中立性を守りながら。しかしここでもまた不可解な点が浮上した。これは市長が第三者委員会に提出した文書、これまでの経緯がまとめられているというのだが、4月下旬から市教委は第三者委員会を立ち上げ調査を行いたい旨を保護者にお伝えした。翔さんが亡くなった翌月の4月、第三者委員会による調査を教育委員会が遺族に提案したと記載されている。しかしこれを真っ向から否定する音声が残されていた。それが去年4月下旬、遺族と教育委員会との電話のやり取りだ。あ、もしもし、教育委員会の指導課の岩崎と申します。あ、はい、松波さんの携帯電話でよろしいでしょうか？はい、第三者委員会って、どうなってるんですか？そうですね、我々の方でその委員会を、立ち上げて、はい、設定するっていう特に用意は今のところはございません。第三者委員会に提出された文書が事実かどうか市長に尋ねた。これは多分はい、そのように市教委の方から話があったということで、はい、こちらの第三者委員会を開くにあたっての、事務局で、その整理をされて、はい、そういう話やったというふうに考えてございます。文書は教育委員会の報告をもとに作ったと説明した。では教育委員会は、第三者委員会を立ち上げ調査を行いたい旨を保護者にお伝えしたがっていうのは正しいっていうことですか？もうその認識でおりますね。担当の課長は遺族と電話で話した張本人である。音声を聞いてもらうと、
我々の方でその委員会を立ち上げて、はい、設定するっていう特に用意は今のところはございません、うん、はい、訂正するということですか。ですね、取材のあと泉南市は文書の内容は事実ではないと認め訂正するとしている。ただ遺族は今後も教育委員会が第三者委員会に嘘の報告をするのではと不信感を募らせている。私たちにどういう対応してきたことによってこの子がどれだけ失望していったかというのをちゃんとそれこそ第三者委員の人たちが調査をして解明していってほしいと思います。そうすることによってこの真実というのが明らかになってくると思います。